皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらをご紹介いたします。 Xiaomi から出ましたスマートバンド8アクティブというね、新しいスマートバンドをご紹介いたします。この商品は2024年1月15日に日本国内で発売されたモデルとなっています。早速到着しましたので、これから開封しファーストルックという形で外観やどんな機能があるのか、そして気になるあの機能がねついているのかどうかも含めましてね、いろんな点をざっと見ていきたいと思います。ちなみに主なスペックやぜひ詳細を知りたいということであればね、こちらをご覧いただければと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということでね、今回ファーストルックという形になりますので、早速開封をしていきたいと思います。ということで、こちらがパッケージ内容となっています。この3点になります。まず本体そのもの、そしてこちらが専用のマグネットチャージになっていますね。またユーザーマニュアルということで、一応こういった風にね日本語でしっかり書かれています。ということでね、こちらが本体そのものになりますが、外観を見ていきたいと思います。まずパッと見の印象ね、やはり昨年のレドミースマートバンド2とそっくりだなという印象ですね。今回ブラックモデルを購入したんですけども、バンド自体がピンク色のモデルも同時に発売されています。では外観をしっかり見ていきたいと思います。まず正面から見たところになりますけども、このようなねスクエア型の 1.47 インチの液晶ディスプレイということです。サイドから見ていますと、このラウンド型ではなくフラットディスプレイになっていることがわかります。そして内側になりますけども、このセンサー部分に関しましては、今回マイナーアップデートという感じになりますが、レドミースマートバンド2が血中酸素の測定に関してマニュアル測定だったのが、今回は24時間の測定に変更されています。ここは少しねアップデートされたところになっています。そしてバンドの形状はおなじみの Xiaomi スマートバンド8でも採用されている装着しやすい TPU 素材になっています。ちなみにこの本体とこのストラップがこのように分かれまして、簡単にね取り外しができるようになっています。このストラップから外しますと、本当に小さなね箱になってしまいます。これがスマートバンドなのかっていうのがね、一見分からないような感じになりますけども、このバンド自体は非常に柔らかい素材ですね。そして装着する場合はもう簡単にねはめることができます。ということで重さを測ってみたいと思います。このねスペック値を見ますと、スロップを含むということで 26.4g と出ていますが、このスケールで測りますと 27g となりました。ほぼほぼ誤差という感じですね。そして本体そのものは 15g と出ています。そしてスロップだけになりますと 12g ということでね、結構な重さがあることがわかります。同時に乗っけてみますと 27g になります。ではこれから初期設定をして動作感などを見ていきたいと思いますが、その前にどうやって電源を入れるのかっていうことになりますね。初めて Xiaomi のスマートバンドを購入される場合、どこに電源ボタンがあるのかなっていうふうにちょっと悩まれる方もいらっしゃるかと思いますので、少しお見せしたいと思います。それはですね、この付属のケーブルありますが、この USB-A の方を充電器に挿していただきます。USB 充電器に挿してある状態で本体に接続します。そうしますとね、ブーっとね、今バイブ振動しまして、電源が入りまして、通電されている状態になります。そうしましたらね、一旦外していただいても大丈夫です。今ね、もう初期設定終わっていますので、このような画面が出てきました。ということで、初期設定が終わりまして、このようにね、動かすことができたっていう体で進めていきたいと思います。では早速文字盤がどんな感じで入っているかお見せしたいと思います。この表示されている文字盤に関しましてはすでに変更してあるんですけども、標準で入っているものは実は2つ入っていました。まず1つ目はこのモチベーションというタイプですね。これが標準で入っています。こちらに表示されているものと同じですね。これが標準の文字盤で Xiaomi スマートバンド8アクティブのモチーフとなっています。そしてもう1つ、このダブルストライプっていうのがありまして、こちらも標準で入っていたものになります。どっちも意外と見やすくていいですよね。そしてインストールしたものがこちらの文字盤になりますが、先ほどの標準のものと違いがあるのがわかるでしょうか。実はですね、ここの部分、今26、27、28となりましたが、これ秒数表示に対応している文字盤になっています。標準のものは秒数表示出ていませんね。こちらもそうですね、秒数表示は出ていませんが、結構ね秒数表示が欲しいっていう方も多いんじゃないかなと思いますので、参考にこちらの文字盤が対応しているということをお伝えしたいと思います。こちらの文字盤なんですが、Mi Fitness にペアリングされている状態で、このデバイスのとこですね、バンドディスプレイを管理っていうのがありますので、ここを見ていただきますと、いくつかねこのようにサンプルがありまして、好きなものを導入することができます。この中の人気っていうのがありまして、今現在になりますけども、一番上にここにありますね。
タップしてね、ここでインストール、まあ、ダウンロードみたいなのが出てきますので、押しますとね、導入することができます。ではね、どんなものが入っているかざっと見ていきたいと思いますが、上から順にね、ちょっとスクロールしていきたいと思います。公式では100種類以上ありますよと出ていますけども、かっこいいものがあります。こんな面白いゲーム帳のものもありますね。このようにね、どん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 出てきますね。おそらくこの中にね、気に入ったものがあるんではないでしょうか。導入しているものを出てきました。ほぼほぼデジタル表示タイプのものが多いですね。中にはね、こういったアナログタイプのものもありますので、お好きなものを選んでいただければと思います。では次に動作感やまたメニュー構成がどんな感じになっているか見ていきたいと思います。まずホームから上から下にスワップしますと通知の画面になっています。そして下から上にスワイプしますとメニュー一覧が出ていますね。設定、タイマー、ストップウォッチと並んでいますが、これはアプリで並び方を変更できますので、すでに変更されているものになっています。こういったね、天気、音楽、アラームやスマホを探すになります。ちなみにスマホを探すのこの検索ですね、これをタップすると音が鳴ります。はい、スマホここにありますよと教えてくれますね。結構大きい音がします。いざスマホがどこ行ってしまったか分かんない時にね、使える機能になっています。ちなみにこの中でタイマーがありますけども、例えば1分今設定します、59、58とありますが、例えばこのタイマーを使っている時に他の操作したいよって言った場合、どうしたらいいかになります。その場合これを終了させる以外はもうないんですね。スワイプしてしまいますとこの画面に戻ってしまいまして、先ほどのタイマーは強制終了されている状態になっています。再び1分押してもね、ここからまたスタートしてしまうっていう仕様になっているので、このあたりはね、ちょっとお値段的な部分はありますね。バックグラウンドに移行することはできません。そしてストップウォッチを起動してみますと、ラップタイムをね、このように取ることはできますね。タップするためにバイプ振動で教えてくれます。50個までね、ラップタイム取ることができました。これなかなかすごいですね。止めるときはこうして停止っていう感じですね。そして今度はウィジェットになりまして横スワイプになります。まず右側に今はね、ワークアウトの画面を持ってきていて、これは個人的に設定してあります。さらにですね、睡眠モニタリングや心拍数の測定の画面、そして血中酸素の測定の画面、そしてアラームの画面や音楽再生コントロールの画面も表示してあります。ここは全部アプリで自分の好きなものを割り当てることができますので、自分のよく使うものをね、持ってきておくといいんじゃないかなと思います。そして再びホーム画面に戻るということで、ループできるのがすごくいいなと思います。左右どちらから行ってもこのようにずっとループしてくれますので、操作性っていうのはなかなかいいんではないでしょうか。そして設定の項目を再び見てみまして、このディスプレイのところで先ほどねちょっとちらっと出ましたが、項目の中に明るさ設定があります。今現在の明るさこんな低くしてあるんですが、この明るさの元であれば結構綺麗に見えます。そして一番明るくしますと明らかに先ほどと違う明るさになったことが分かります。これが屋外行った時にどれぐらいの視認性があるのかどうか今後ね検証してみたいなと思っています。そして自動ロックとありますが、今現在は実は5分に設定してありまして、一度画面が点灯しましたら5分間はつきっぱなしにしてくれるモードですね。刻みがねいろいろ幅がありますけど5分まで調整することができます。そして覆ってスリープってありますが、このように手で覆いますと画面がスリープモードに入ってくれます。ちなみにですね、今気づいたんですけども、なんと懐中電灯のモードがありませんでした。文字盤を変えて表示領域を見てみたいと思います。今文字盤を変えてみまして、画面の表示領域がはっきり分かるようになりました。ベゼル幅はちょっとで、ね、太めという感じはしますけども、これお値段相応なのかなという感じはします。ではね、上下左右から見た時にどんな感じで見えるかご覧いただければと思います。まず正面ははっきりとよく見えます。下から見たところはやっぱりこう黒っぽくなっているのが分かりますね。そして上から見てもやっぱりね黒っぽくなってしまいます。ですので視野角はちょっと狭いかなという感じです。左右から見てもちょっとねやっぱり黒っぽくなってしまいます。正面から見れば全く問題ない視認性になっていますが、ちょっと角度を変えてしまうとねこのように黒っぽくなってしまいます。ということでディスプレイの視認性についてお伝えしました。では次にね、気になるあの機能がついてるかっていう点になります。まず一つ目になりますが、自動調光がついてるかになります。もう先ほどからね、ちょっと明るさのとこお見せしたのでお分かりかもしれませんが、ここをね、手動で変更する以外ありませんので、自動調光機能はついていないということになります。では次にアラームに関して、スマートアラーム機能がついてるかっていうことですね。では見ていきたいと思います。プラスを押しまして、14時27分になりますが、オンにして、こんな感じで設定してみたいと思います。
この表示されている項目以外何も出てきませんでしたので、残念ながらスマートアラーム機能は搭載されていませんでした。このあたりね、最近のスマートウォッチ界隈では以前はついていたのに省いてるモデルが増えてきているので、ちょっとこの傾向はなんでかなっていうのは正直思いますけども、残念ながらスマートアラーム機能もついていません。そして次にワークアウトの項目になりますけども、この文字盤の右側にワークアウトをすぐ起動できるように割り当てています。よく行いますのはウォーキングになるんですけど、これを開いてみますとこんな感じのね画面が出てきまして、 GNSS って今点滅していますね。これはスマホとペアリングしてある状態で同時に持ち歩いてウォーキングをすれば、歩いたところをねマッピングしてくれるわけですね。ということで本体そのものには GPS は搭載されていませんので、そこもご注意ください。そしてウォーキングをスタートした場合ですね、このように開始します。ここにね右上に時計の表示があります。14時30分と出ていますし、またバッテリーの残量表示もついていますので、これね歩きながらバッテリーがなくなってきたなとかね、今時刻がどれぐらいなのか分かるのがいいですね。使い勝手こういった部分で結構変わってきますので、時刻表示ついているモデルを選んだ方が使い勝手はいいと思いますのでね、このあたりも順当に機能としてついています。そしてワークアウト中にこのようにね音楽再生コントロールの画面にアクセスできるようになっています。音楽をね流すことはできませんけど、このようにボリューム調整ねできますね。そして次の曲に飛ばすとかね、こんな感じで操作できるのも格安のモデルながらに使い勝手いいんじゃないでしょうか。そしてワークアウト終了したい場合は、このホームの左側に一時停止かもしくは終了の画面がありまして、本当に終了したい場合は長押しをします。終了しますかと聞いてきますので、終了を押しますとね本体に記録されてアプリで結果を見ることができます。というわけで今回 Xiaomi スマートバンド8 Active についてファーストルックという形でねざっと見てきましたけども、いかがだったでしょうか。とにかくねこのシンプルさに尽きるかなという気はします。睡眠測定が対応していたり、心拍数も24時間に対応していたり、血中酸素もね今回から24時間になっていたりとかね、必要な機能はほぼほぼ入っているかなという気はします。そしてメニュー構成見ていただいても本当にシンプルになってますね。初めてスマートウォッチスマートバンドを購入される方向けだなっていうのをすごく感じます。この動画が良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。